勝つという文字は、はい、なんと、右払いと、うん、それから、これ、負が、2>, はい、2種類主役級の文字が、主役級のパーツが入ってくるんですよ。2種類も。はい、一般的には、右払いが来たら、大体いい右払いが、もう、主役級のメインの文字のトップに当たるので、はい、えいいんですけれども、 こういうふうに、フガという主角級になる、主役になる、え、パーツが2種類存在するんですよ。例えば、横線と右払いとか、横線とフガ。例えば、横線と右払い。例えばですけど、この、ね、大きいとか。あるいはこれなんかで言うと、え、こう、元とか。なんかこういう文字とかだと、横線プラス主役みたいな。横線プラス主役みたいな感じで、横線と、えー、 うまく共存するかどうかというところが結構ポイントになりやすいんですけれどもこの文字は何せ主役が2人いるとじゃあどうやってクリアしていくのかっていうことになっていきますでこの時に用いるのは主角の順序主角の優劣ですこの主角主角とは文字の中で一番メインになる線です主役の線になりますでこの時に主角のパーツは4種類出てきます 一つ目が、右払い。二つ目が、矛。そして三つ目がフガ、負ガそして四つ目が、横線と。一、二、三、四つ主役になりうる線、パーツが出てきます。で、この時に、先ほど言っていた、右払いと横線がバッティングするとか、横線と負ガがバッティングする。 その時に優劣を決めていて、ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリー、ナンバーフォ、えーと、順、順序、順位があるので、必ず横線が主役にならないから、横線がこう長くなって、こういうふうにはならないと。うんうん、こっちの方が優劣4位対3位なので、3位の方が強いから、横線はちょっと静かにしててくださいね、って言ってちょっと短くしてあげると。でこれでここの部分のね、この負荷という部分が目立ってくると。 その考え方が、これでも適用できます。で、この時は、右払いと、負ガになってくるので、1位と3位だから、やっぱり1位の右払いが強いよね、と。勝ってしまいます。だから、これだと、負ガにも目が行ってしまうと。両方、えー、僕が主役ですよ、と主張してしまっているので、どちらか一方を、短くしなきゃいけないと。 押さえてあげなきゃいけない。で、その時に3位の符賀はちょっと短くしなきゃいけないよねっていう風になってくるんです。なので実際にこの書き方としては、ここから、こう書いていって、右払いこうやってつけますよね、右払いを。うん、右払いをつけたら、この後、横線も短くすると。ここで横線、もう鼻から例えばここ、えー、こう書いて、横線長い。えー、こういう風にしちゃうと、もう、 バッティングのレ、もう3連チャンだと1箇所、2箇所、3箇所と。こういう風になってしまうので、そもそも横線は短くしとかなきゃいけない。気持ち。若干は長くなるけど。なので、そういうことを考えると、これは横線長いかなっていう感じしますね。じゃ横線の長さ、じゃあ大体どれくらいなんですかっていうと、一番上の横線は、ここの部分はちょっと短いですよね。どちらにしても。で、下の方はどれくらいっていうと、この長さよりも若干長いよねっていうぐらい。これは左は若干長くていいんですよ。 でも右は短い出方としてはこ,こんな割合になりますこっちちょっと長くてこっちはさらにもっと短いと大体、うん、これぐらいになってきます。でこれで書いて 行くとここに空間がこここに出るのでここが目立ってくるよねっていう形になってくるんですがこれと同じですよね書き方としてはところがこれ右払いがあるのでまず横線短くした方がいいんだけどもここどれだけ長く書いていくか問題なんです左払いを書きます左払いをちょっと短く書いてでこの後書いていくんですがうーんと長くすると良くないのでちょっと短めに控えめにこういう風に書いてあげる で、この時の控えめ具合はどれくらいっていうと、マックス、マックス長くして、右払いの角までです。ここよりも絶対に出てはいけないんです。なんかこれなんかで言うと、この角よりも明らかにこう出てしまっている。で、ここの右払いの最終ラインと、最後のここのフガのラインがもうほぼほぼ一緒になると良くないです。これ長いけども、 このやっぱりこの角とか角ら辺よりもこう長く来ちゃってるのでやっぱりビヨーンと長く感じこの空間この長さがすごく感じてしまうから右払いとのバッティングになってしまうので大体ここのここの右払いの角よりも内側ぐらいにしてあげるといいと思いますもちろん一番目立つ主役の線は右払いなので右払いを長く書いておかなければいけないそれはもちろんのことです長くこういううに書くと。 で右払い主張したいからこっち短く書いた方がいいんだよねって言ってこういうふうにするとこれはこれでちょっとバランスというか全体の感覚として短すぎるので若干は長く取っていいんですがその時に右払いを、えー、あくまでも主張したような形で書いてあげるっていうところが1つポイン順に,、はい、に関してはこれちょっとよく間違いやすい部分なので。 書き順ですね1画目書きます 2>,、はいはい、2画目点を書きます、はい、で3画目払ってあげて次右払いですこうやって最後にここの点が入ってくるこれは間違いやすい筆順の文字になってくるのでちょっとここは要注意かなと思いますあとはここの部分がぴょんぴょんと書かれてるような ぴょんぴょんって見えるので、うん、打ち込んで払う、打ち込んで払う、打ち込んで払うを、えー、意識して、えー、もらえると、ここがもう少し締まったような形になるかなというふうに思います。はい、これ。これなんかで言うと、横線こういうふうに一画目、第一画目入ってくるんですが、うん、この時に平行に入らないことです。はい、右、上がりでこういうふうにスタートしてあげる。これで一気に勢いづかせるんですよ。 ここが平行に入るとものすごく文字がペターンと見えてしまうので、ちょっと右上がりに、極端にこんな、こんな風にね、しなくてもいいんですけれども、右上がりにクッとこういう風に入れてあげてから、ぐーっと長く引っ張ってあげる。そうしてあげると、ちょっと勢いづきます。これ明らかに平行に入っているので、ちょっとこれがあまり良くないかなっていう風に見えます。あの、極端に入りすぎても良くないですよ。極端にギュッとこういう風に入ってしまうと、これはこれでえぐみに感じてしまうので、こうやって。 これなんか見てもちょっとですよね、うん、これこれとかこれぐらいで全然構いません、はい、なので平行には入らないようにただした方がいいかなというふうにまず一つ思います、はい、これで言うと、うん、1>, 1画目の横線と2画目の横線の間がちょっと開いちゃってるかなと思いますここの空間が、はい、これも、はい、もう少し空間もそうですねこれでもギリですね、うん、ギリですね 気持ちこの空間をもう少し閉じてあげるだけでこれぐらい最低これぐらいですねこれだともう完全に開きすぎちゃってる感じがするのでまあ本当にこれぐらいですよね初頭とか人屋根に関して言うとやっぱりここの屋根になる部分は少し長めに引っ張ってあげるっていうのがポイントなのでちょっとこれだと、うん 全体がスケールダウンして、ちょっと文字がちっちゃくなってる感じがするので、ここはやっぱりここの部分がちょっと短いからかなと全体が文字が小さくなってしまうので、クッとこう長めに少し引っ張ってあげて、ここからバランスを全部整えてあげると、初頭かっこよく見えるかなとまず思います。で、大体のこともできてます。あと1点、1点です。ポイントは、最後の ここの羽の部分が結構ここぴょっとなんかこういうふうに今見えてますよねこれうん、うん、この感じですねあるいはここの部分がグーッといって真上に飛んでもよくないんですあんまりじゃあどういうふうに飛ぶかっていうと最後グーッといって止まってここからちょっとゆっくり書きますよ このような形で入ってきます。ちょっとふわーっと内側に入る。このイメージで書いていくと、最後ここ決まるかなと思うんです。ここはなんとなくこう、最後、ちょっと異質な感じがするので、しっかりと負荷の部分を最後決めてあげる。なので、例えばまず負荷の部分で言うと、止まって、しっかり止まる。止まってからふわっとさせて、止まって、 ちょっと内側にふわっとこう、あんまり内側に入りすぎても良くないですよ。でもこっからこういうふうに行って、こんなふうになると変ですよ。ただ、気持ちその意識を持って、ちょっとこの内側にふわっと入るっていうことをやや意識するといいかなと思います。あと、ちょっと気になるところで言うと、ここの部分ですね。今、空間このように空いてるんです、両方とも。 どちらもくっつける、もしくは左を開ける。左を開けるのはまだ OK です。左を開けるのは OK だけど、右側は必ずつけてあげてください。こうしてあげると、右上がりの形が取れるので、ここだとただただ開いて見えちゃうから、くっつけるのであれば両方くっつけるで OK です。こうやって。ただ、開けるということであれば、左は開けてもいいけど、右は必ずつけるように。 ここはちょっとと意識してもらえればなと思います、はい、で確かに、はい、うんと先ほど言っていた、はい、1>, 1本目の横線と 2>,、はい、2本目の横線では、はい、若干この出方が異なるよという話はしたんですけれども、はい、これだとちょっとこれ出過ぎかなと思います。はい、若干ですねもうこれぐらいの差です。 言われてみればちょっと右の方があこれほぼ一緒ですねでもそれぐらいで全然構わないのでこれだとちょっと逆に長く取りすぎかなと逆にこれ右の出方はこれぐらいでいいと思います、はい、逆に左の出方はこんなに長くとこれぐらいで全然構わないかなというふうに思うので、はい、若干で構いませんね、はい、あともうちょっと大きく全体かけると、えー、いいかなと思います、はい、これですこれ。 これに関して言うと、ここなんですよ。ここの人屋根、初頭の部分っていうのは、若干ずらさなきゃいけないんです。ここ。このようになるとここ。ここに必ず、必ずこの状態を作らなきゃいけないので、例えば人屋根。人屋根なんかも必ずこの状態を作ると。これなんかで言うと、ものすごく詰まった感じに見えちゃうんですよ。で なんとなく書いてると、なんとなくちょっとこういうふうに段差ができてるから、まだ、えー、いいんですけれども、逆になんとなく書いてると、こういうのもたまに出てきてしまったりもするので、これ要注意になります。はい、これなんかも結構ギリギリといえばギリギリなんですよ。これぐらいは採点欲しいかなっていうふうになります。結構ずらしてあげてもいいぐらいなんですよ。<ー>まずここが1点あります。はい、そして、 これです。これとこれ、これとこれ。これに関して言うと、下の部分とかは結構良くなってきてます。はい、で、ここの部分に関しては、この、これとこれに関して言うと、この点、2点なんです。はい、で、ここの2点っていうのは、あんまりこれ感じないんですけれども、だんだんちょっとずつ下に降りてってます。この2点目が。 で、下に降りていけば降りていくほど、右払いの長さが短く感じてしまうんです。どれだけ長く書いてても。うん、ここの一発目の上の具合はこの、このぐらいでいいと思うんです。ところが二発目がちょっとここの空間が広いかなと。だからそもそも一発目から下だともう無理ですよね。 完全にどん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 短くなっていくんだけど、一発目の入りはこのぐらいの高さ関係でいいと思うんですが、二発目がほんのちょっともう少し上で終わってあげると、もう少し足が長く見えるかなと。やっぱり右払い、第一優先に考えなきゃいけないので、極端にね、上に詰めすぎたり空間閉じすぎたりするのも良くないですけれども、うん、若干こういうふうに上に上げてあげないと、ちょっとずつちょっとずつこう、この空間が開いてしまって、 この点が下に降りるとともに、この白の空間ができればできるほど、目線は白に引っ張られてしまうので、なんか白いなって、ここにポイントが入ってきちゃうんですよ。うん、ここにポイントが入ってきちゃうから、一番ポイント入んなきゃいけない、ここに目がいかなくなる。それはただ単純に長さ関係の問題だけではなくて、白の空間が、例えばですよ、例えばですけれども、これぐらいだったら全然いいけれども、例えばこの点は良かったと。まあこういうふうに長く書いて、点 こういうふうに上に書いたと。仮にですよ。仮にここが、こういうふうに開いたと。うん、こうなると、どれだけうまく書いていても、この白の空間に目が引っ張られるから、ここにポイントを置きたいのに、ここにポイントが置いちゃうと。だから白の空間をどれだけ閉じてあげるか、余計な空間をなくしてあげるかっていうのがものすごく大事なので、そういう意味ではここはいいですよね。この白の空間はちょうどいい具合だと思うんですよ。うん、だから最初の方に書いていたこの白の空間は、 もしこの状態で、これ当てはめると、ものすごくここに引っ張られます。なんかこういうような微妙な白の空間をもう少し上げてあげるといいかなと思います。はいうん、これすごくいいと思います。ちょっと最後ね、ここにふにゃーってした感じは、ここもったいないかなと、初頭の具合とかね、全体の具合はものすごく良くなってるんですけども。ここの、これいいですよね、これ。 うん、これがすごく綺麗にかっこよく決まってるので、この形がここにも出ると、このもうすごく、えー、文字的にはかっこよく完成されてるかなというふうに思います。で、あとはですね、えー、例えば、これなんかはよくできてます。下の部分ですね、下の部分。 ここなんかがすごくかっこよくできていて、左払いよりも右側の方が若干こういう風に下に来るよっていうことを必ず意識しなければいけないので、それがかなりできてますよね。ほんのちょっとですよね。でもこのほんのちょっとで見え方やっぱり変わるんですよ。これもできてますよね。ここを意識しておかないと、例えば、これなんかそうですね。 左払いが長くてこっちが、逆の状態、あるいは一緒になっちゃってると良くないんですよ、これ。これとか、あるいは、そうですね。これとかもそうですよね。左払いが長くて、右側のこのフガの部分が高さ関係が、フガが上に行っちゃってる。このパターンだと良くないので、左払いに目いっちゃうので。左払いとフガで言うと、フガの方に目を行かせなきゃいけない。 もちろん、フガと右払いを比べたら右払いに行かなきゃいけないんですけれども、ただ左払いとフガを比べた時には、左払いは押さえてあげなきゃいけない部分なので、そんなに短く極端に書くわけじゃないんだけれども、ね、これぐらい。これぐらい、ちょっとの差でいいので、つけてあげると、かなり変わってくるかな。なので、そうですね、これギリですよね。かなりこう、<laughs> 一緒になってかなりギリ。これぐらいだと、ちゃんとわかるかなっていうふうには思うので、これとかはいいと思います。 形的にはもうかなりいいかなと思います。